はい、こんにちは、釣りアクアのヒロです。今日は、石垣島の、初めての釣り、僕は基本的にルアーしかしないんですけど、今日初めての餌釣り体験したいと思います。打ち込みって言って、岸とか防波堤から思いっきり投げて、遠くのあのタマンとか GT とか狙っていく釣りをちょっと今日はやらせてもらおうかなと思います。その打ち込み釣りでちょっと有名な方にご指導いただきながらやりたいと思います。ちょっとこちらの方へ、はじめさんです。こんにちは、どうも、よろしくお願いします。この間 のタコ釣り以来の参戦になります。はい、今日はどんな感じですか？今日はコンディション的にはいいんですけど、はい、この見ての通りこの岩がもうたくさんあるんで、はい、これをかわしながらのファイトとなるんですけど、腕の見せ所ですね。そうですね。皆さん持ってるんで、多分いやキャンプもしながら、ね、いろいろこう荷物見てください、はい、いっぱい持ってきちゃうんで、すごいです。出してちょっとやってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今からちょっとやっていきましょうか。はい、 OK です、はい。はもう GT 狙いでいきますね。竿はガーラモンスターですね。これ自分がテストしたやつなんで、はいはい、これで37キロも6分7分で取っております。で、P の8にですね、リーダーがこれ50号ぐらいですかね。ダイロンの、はい、ダイロンが18メーター入ってて、ここ誘導天秤になっておりますね。この天秤がでっかい理由なんですけど、GT 食った時にもバーンって上がってきて、ノットにかかったりするんですよ、細い天秤が、はいはいはい、それでこのノットもさっと抜けるようにこの太い天秤にしてあります。で、こんな感じで、まあ、ハリスもまたナイロンの50号ぐらいで、まあ、網やみしてこれでやってあります。はい、これの網やみの3倍ぐらい網やみしてるこれはもうなんかね、歯が鋭くてね、切られたりしてもあれなんで、ここまで一応やってます。まあ、これはガチの GT 用の狙いで、あとはまあ同じで、まあ、仕掛けが、竿とあれが細くなってきますけど、タマンモンスター8号。まあ、これちょっと円筒重視で。黒いですね。そうですね、これナイロンでまたこれもリーダーになってまして、これも結構ね、長めに入ってますけど。絡まりましたね、これ。どこに絡まった？これもこんな感じで、18メーターぐらいナイロンの18号ですかね、出ちゃいまして、 P の4が、400メーター入ってます。で、4号ですね、まあ、これ返答、あとなんか前回投げた時のアースですねまあこんな感じでノットは縛ってありますので、あんな感じで、これは、まあ、仕掛けもほぼ一緒ですね。あと細くなってくるだけですね。ノットはもう僕のやり方と全く一緒ですね。一緒ですか？同じやり方です。これはまたハリスとかが少し細くなってくる感じですね。はい、フロロの、18号とかあの辺で針も小さくして、はい、まあ、たまんでも何でも、まあ、GT も食ったら、まあ、取れないことはないんですけど、はい、まあ、こんな感じで、これも仕掛け入れてますね。はい、で、あとこれもう一本、またこれもガーラーモンスターで、リールがこの、これは1万番ですね。これまた、はい、中ぐらいのリールで、またソルティガのこれ5500番ですね。はい、これ P の号に、これもリーダーが一緒です。18号で来てます。まあ、こんな感じで、こっちはちょっと若干固めなんですけど、はい、まあ、ちょっと使ってみて、はい、体に合う柔らかさとか硬さを体感してみてください。了解です。はい、はい、OK です。じゃあちょっと入れてきますね。はい、ここら辺にしてね、これも、自分の場合、この L 型が砂に一番食い込むように一応、
こんな形で入れてますね。こんなで入れる人もいるんですけど、はい、自分はこんな感じで少しあの斜めにやって、それであの。で終わりですこれ。あとドラグはもう強くてももう8キロぐらいまでしか締めないので、まあ、取っていくことはないですね。はい、糸がね出てる感じでやります。これを全部この3本入れていきますね。はい。はい、じゃあ餌つけてきます。これはですね、あのタコをつけてきますね。こういう感じでもうちょっとぬいぬいにつけていきますね。こういう感じで、また刺してで刺して、でこう缶をちょっと上に引っ張ってきます。こういう感じでぐるぐる引っ張ってきながら、これで完成ですね。はい、こんな感じ。針危ないので気をつけてください。毒針ですね。痛いやつですね。はい、刺さったらもうめっちゃ痛いです、ね。あ、痛い、刺さった。ちょっとしたら腫れてきました。今のこれで6キロか8キロぐらい、ちょっと引っ張ってみてください。まだ弱いですか。いや、もう全然大丈夫です。これはできれなかったらもう大変なので、はい、6キロか8キロなんです、はい、ちょっと股、の付け根にこうやって当ててですね、はい、こんな感じ で,、はい、でこんな感じでファイトします、はい、で立ちましょう。ちょっと今練習でちょっと、はい、持ってみてください、はい、
これどうやどうおおおもしろいって伸ばしたんですか。振動で、あ、反動でこう反動つけながら投げてます。Okay.